はい、皆さんこんにちは。キナンサイクリングチームのプロドレーサー山本元気です。今回の動画は9月3日に行われた、J プロツアー大分一向いの道クイテリウムの4本目の動画になります。ですね、今回の動画は選手の、まあ、その踏むとき、追い込むときと、休むとき、まあ、どういうふうに休むのかっていう部分に焦点を当てて、解説、実況解説やっていきたいかなっていうふうに思います。というわけで、今ちょっと自分は休んでます。ちょっと疲れたんでね、結構その位置取りを激しくしていた。これ2人、今逃げてます、集団から。あ、それ、レースの状況を説明してなかったかな。今回のレースは、大前選手と阿部隆之選手、愛三工業レーシングチームと宇都宮ブリッツェンの2名が逃げが決まり、それをマトリックスパワータグがコントロールして集団が進んでいます。というわけで、はい、今自分は少し休んで疲れてたんで、休憩した上で集団最後尾に復帰しているところです。今行ったのが、まあ、キナンが2人見えたのが分かるかと思うんですけど、あれが止まる場、一緒ですね。自分と一緒で休憩していた止まる場と、椿広志。こちらも、まあ、集団内で走って、ちょっと疲れたので、集団後方に差があって、休んでいた椿の2名と今合流した形ですね。やはりこの集団前方っていうのは、まあ、その、速度、速く走るんで、意外と楽だったりもするんですけど、やっぱりそう、みんな前に行きたがるんで、前に前にって争うところであって、結構足を使うところでもあるんですよね。まあ、その集団の前方にいればいるほど、落車のリスクっていうのは少なく済むんで、有利な部分も多くあります。まあ、当然、選手、プロである以上は、自転車から落ちる、こける、落車する。っていうようなことは一番避けるべきですんで、そういう面において集団の前の方で走るっていうのは楽ですし、今これ左側見てもらったと思うんですけど、左側見てもらったら分かると思うんですけど、こうコーナーではやはり後ろに行くほど集団がブレーキして縦に伸びるので、後ろに下がれば下がるほどインターバルがかかりやすくなる。というわけで、そういうインターバルを避けるっていう意味では、集団前の方が楽ではあるけども、逆にそのある程度の足がない状態では、集団前方をキープしようとするために足を使ってしまって、結局足がなくなってしまうっていうデメリットもあるわけなんですよね。当然他の選手みんなが前の方に上がりたいっていうわけで上がってくるわけですから、そういう選手たちと競り合いながら前方をキープする必要があるっていう意味では、先頭は先頭で楽ではない。安全であるし、まあそう、例えば何人かがアタックして抜け出したっていう際にも反応できる位置なんで、有利な位置ではあるんですが、楽かといったらそうでもないっていう部分もある。でもまあこういう平坦1キロ、の間にいろいろたくさんコーナーが含まれていて、もうこのゼロ発進、まあ、今左側に集団伸びてますよね。そういう加速を繰り返すようなレースにおいては、基本的には集団前方の方がインターバルが抱えにくいので楽っていうふうに判断されます。でもまあその走り方次第ですよね。うまいことをその前の選手とのペースを調整したり、車間調整したりして、インターバルがかかりにくいように走ることができれば、集団後方であってもある程度は楽に走ることができる。でもまあ当然そのインターバルを少なくしようとするためには、自分自身で風浴びて踏む必要があったりもするんで、まあその足体力にそこまで余裕がない選手っていうのは集団後方にいるときついかなっていうところですね。まあ、結局はそのこういうインターバルのかかりやすいレースっていうのは、体力だったり足に自信がない選手っていうのはどこにいてもきつくなってしまうんで、なかなか
実力、残るためには実力がある程度必要になってくるかなっていうように感じますね。っていうところで今は自分は集団後方で休みつつ、まあどこかのタイミングで、まあ中島さん、雄大、まさきらへんが集団前方にはいるはずなんで、どこかのタイミングでは前に上がっていくんですが、今はまあ自分まだ足に余裕があるんで、集団後方で休みつつ、まあ次前に上がっていくタイミングに向けて足回復させているっていう状況です。はい。まあこういう集団内での位置取りの際に、前方でその位置をキープするために足を使ってしまって、疲れた状態で集団後方に下がってきてしまうと、足がない状態で強烈なインターバルを食らうことになるので、結構ちぎれることっていうのも多々あります。なんで余裕があって集団後方にいるのと、余裕がなくて集団後方にいるのでは、全然その感じ方だったり意味合いが異なってくるんで、一概に集団後方にいるから、まあ、限界っていうわけでもないっていうのは難しいところですね。はい、今こういうふうに54キロ、55キロが出てたりしますし、どんどんパラパラと遅れていく選手を見てもらうことができるかなと思うんで、まあ、集団後方っていうのは結構遅れていく選手が多いっていうのも見てもらいたいなというふうに思います。というわけで今回、イン側から行きましたね。イン側から徐々にそろそろ前、1位を上げていこうかなっていうところの動きだと思います。まあ、結構後ろで休んでいたんで、しばらくの間、そろそろ足も回復してきたから、前に上がっていこうかなってところで、そうです。確かこれ、椿選手が、自分と同じ、キナサイクリングチームの同期の選手なんですが、前に一緒に上がろうってことで、自分を後ろにつけて前上がっていってくれてるんですが、まあ困ったことに自分の苦手なイン側から結構前に上がっていこうとするんで、自分はなかなかうまくつくことができず、この後アウト側にラインを変更して前に上がり始めると思います。というわけで、まあ今徐々に集団の前方の方にまた復帰し始めています。というわけで、はい、集団の後方下がって一旦休んで、足が回復してきたらまた前に上がるっていうのも、まあ休み方の一つっていうふうに見てもらえればなと思います。まあ、一番ベストの方法としては、集団の前方にいながら時々減りつつで、時々休みつつ、うまいこと足を温存して前方位置キープできるっていうのがベストなんですが、まあ、時と場合によって、あ、今左側、椿君が下がっていきましたね。はい、キナンのジャージです。では、これ今、中畑かな？島野の中畑、結構きつそうですね。っていう感じで、はい、ブラゼン。まあ、こういう集団を中盤っていうのは、一番インターバルがかかる部分でもあって、なかなかここに長期滞在していると、疲れますね。はい、集団後方は自分のペースで結構作ることができるんですけど、集団中盤っていうのはなかなか自分のペースで走ることが難しいので、逆に疲れることがあったり、まあ、前で疲れて選手が下がってくるっていうのもあって、まあきつそうな選手も多いっていう部分ではあるんですが、まあ今これ外側からどんどん前上がっていってますね。はい、前に中島さんとか雄大がいるんで、まあとりあえず今はそこに合流しようっていう動きです。まあ、こう前に上がるときも、集団のペースの上がり下がりがあるんで、下がっているところでうまくスーッと前に上がっていかないと、無理にペースの上がっている集団の中で前に上がっていこうとすると、足使ってしまって疲れるんで、そういうどこが今上がるタイミングであるかっていうのを見分ける、嗅ぎ分けるっていう能力も結構休む上では必要になります。まあそのポジション取りであったり、まあこう前回の動画で説明したポジション取りであったりとか以外にも、まあそういういかに体力を温存しつつうまく位置を上げていくかとか、そういう動きをするかっていうのも選手にとっては必要な能力ですね。というわけで、
今回の動画はこの辺りで終わりたいと思います。面白かった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。